私がこの秋愛用しているバッグはこちらのキルティングのミニバッグです。ちっちゃくて可愛い、はい、そうなんですよ。このサイズ感が何とも言えない可愛さでとっても気に入ってます。ワンハンドルのデザインとこのキルティングの素材感と、あとそしてこのゴールドの金具がですね、本当に相性が良くて、持つだけでこの秋らしいクラシカルな雰囲気にしてくれるバッグになってます。まずはエアポッツですね。もうこちら安定のこれも、はい、必需品です。最近はバウンディにハマってるのでよく聞いてます。そして続いてがこちらのボナベンチュラのミニポーチでお薬が入ってます。これ前回も出てきて、こちらも必需品です。コスメ用品になるんですが、ネビアのリップが紫外線が強い時期に新しく購入したんですけど、SPF がしっかり入ってるので、結構唇の、 くすみとかの対策のために使ってます。やっとはちょっとおしゃれしたい時用の赤いリップです。今日つけてるのはこれの上にこれをちょっとポンポンと重ねてちょっと血色感出してます。そして最後がこちらがイプサの美容液のスティックになります。結構クーラーで乾燥するので、ちょっと目元の乾燥とか気になった時にメイク直しとして使ってます。ミニバッグなので荷物は最小限の感じです。私の秋のバッグがこちらのミドルサイズというんですか、ミノカンのバッグになります。すごいやっぱ上品なデザインですね。そうなんですよ。ちょっと片押しになってまして、街もしっかりあるので、荷物が多いのですごい便利です。隣のサブバッグは何ですか？これがですね、お弁当を持ってくるのに、なるほど、スープストックでもらった保冷バッグなんですけど、はい、夏で保冷しないとやばいのでサブで持ってます。あ、いいですね。今日はちょっと雨が降るかもってことなので、ダイアナの傘ですね。そうなんです、折りたたみ傘です、あとは水筒が入ってます、絶対縦で入れたいので縦で入るバッグにしてます。あ、ちょっと汚くて見せられない黄色いのサイズあとはスマホが入ってて、ワイヤレスイヤホンが入ってます。通勤時間が長くてドラマを見ながら来るので絶対入れてます。何かのおまけでもらったポーチだと思います。ちょっと使い込みすぎててあんまりアップできないで、中にフェイスパウダー、これ100均で買ったくしオペラのリップティントですね。あとは眉毛直すやつどのバッグにも絶対名刺入れを入れてます。あと念のためマスクを持ち歩いてます。撮影現場によってはマスクしてくださいみたいなのがまだたまにあるのでマスクを入れてます。あとはお家の鍵、暑いので塩タブレットが入ってます。西田さんからよくいただいてそうですね。サングラスも入ってます。よく転んだり靴ずれするので転ぶんですね確かに私は西田さんが転んでいることを何度か、はい、見かけたことがございます。まあまあな怪我をするのでが今使っているバッグはこちらのトートバッグになります。やっぱり古いですし、持ち手のところが平手になっているので肘の部分が痛くならないので、それもすごい気に入ってます。まずはじめにお財布はこちらのシャネルのお財布になります。可愛くて一目惚れしてこれを買いました。香水はですね、こちらのジョー・マローンの香水を使ってます。ジバンシーのクッションファンデになります。私は結構ツヤ肌とかマットとか迷っちゃって決めれないので、クッションファンデはシミマットタイプを愛用してます。こちらがカネボウの日焼け止めミストになります。お友達が誕生日プレゼントでくれまして、もう本当にそこからずっと気に入ってて、バッグには必ず入れるようにしてます。次がジバンシーのリップになってます。スティック部分が黒いスティックになってます。重ね付けしてもその元々つけている色をこう深みを増したように見せてくれるような効果があるみたいで、これすごい気に入っていつも入れてます。ハンカチはこちらを使ってます。柄がすごい気に入ってます。こちらがキーリングになってまして、家の鍵につけてるんですけど、私がちょっと他の店舗に移動するってなった時に仲いい先輩がプレゼントでくれて、仲いい先輩と後輩と3人でお揃いで持ってるっていう思い出のキーリングのチャームになってます。私がこの秋に使うバッグはこちらのタディングバッグです。ツヤっとした上質なナイロンと
プラスのこのこうキルティングのステッチが入ることによってふっくらとした質感になるので、カジュアルになりすぎず女性らしく持っていただけるのでとってもお気に入りです。巾着とかポーチとかに小分けして入れるのが好きなので、あ、かわいい、はい、入ってます。とヘアケアアイテムと、あとミストとか化粧品が入ってます。暑いので日傘が入ってます。大事ですよね、はい、大きさがしっかりあるので日傘も全然余裕で入るのですごくおすすめです。で、暑いのでこの時期ですがまだこれ持ってます。金属のところがなんか冷却プレートになってるらしく、結構涼しい空気が入ってくるので使いやすくてとっても好きです。お財布こちらです。目玉に一目惚れしてもうこれ買うと思って買いました。あとは薬もこういう形でポーチに入れて持ち歩いてます。でこれが同じポーチの大きい版で、こちらは持ち歩き用のコスメ入れてます。こういう感じで除菌シート、お手拭きいつも持ち歩いてます。自分も使いますし、小さな子供がいるので子供に使ったりもしてます。小さなポーチついてまして、こういう感じでワイヤレスイヤホン入ってます。バッグの中にこんな感じです。ニベアのリップクリームです。何秒から取り始めるか全然覚えてない。